現在、愛知県の尾張東部と西部に大雨洪水警報が出されています。愛知県小牧市付近では午前11時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、名古屋地方気象台は記録的短時間大雨情報を出しました。また愛知県一宮市で1時間に 59.5 ミリの非常に激しい雨を観測するなど、愛知県や岐阜県の一部で局地的に大雨となりました。